デイビッド風間のホープアベニュー。皆様いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティのデイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーではバイブルゴスペルからの希望あふれるメッセージをお届けしたいと思っています。それでは行きましょう。ホープアベニュー。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。2020年も始まりました。明けましておめでとうございますということで、北は北海道、南は沖縄まで、今日の皆様はどんな一日だったんでしょうか。はい、2020年2020ということで、今年はオリンピックイヤーですよね。オリンピックパラリンピックがいよいよ今年開催ということで、これがまあ全国的に盛り上がっていくのかなという一年になるかと思います。私もですね、今年の1年は、まあ、どんな1年にしたいかなと思いますと、2019年よりももっと明るく楽しくいきたいなと思っています。まあ、今年一つの漢字を私は毎年新年に選ぶんですけれども、今年は夢という漢字をですね、私は選びたいなと思っております。夢ですね、夢を忘れずに、また夢を新たに、そして夢の実現といったことをですね、今年考えていきたいなと思っています。バイブルにはこういう言葉があります。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、と書かれているところがあるんですけどもね、これは本当に素晴らしい言葉じゃないかなと思います。青年は幻を見て、老人は夢を見る。まあ、青年の時に見る将来というのは幻と言ってもいいんでしょうかね。まだ実現していない大きな夢を、まあね、夢見ることがあると思うんです。でも老人は夢を見るって書いてあるんですけどもね、まあ、私も60歳還暦を過ぎまして、まあ、自分では老人だとは思っておりませんけれども、まあね、子供の時から見たら60歳といえばもう老人かなと思いますけれども、老人は夢を見るという非常にいい言葉がバイブルにあるんですね。はい、ですから私も今年は夢を見ていきたいと思うんですけども、それは見るだけではなくて本当に実現可能だという確信を持ってですね、歩みたいと思っています。若い時には経験値がありませんから、非常に大きなことを夢見るときですね、ちょっと不安があるんですよ。でも老人になると経験がありますからね、これは絶対大丈夫というですね、具体的な夢を見れるんじゃないかなと私は思うんです。そしてですね、その夢を若い人たちと一緒に分かち合っていきたいなと思うんですね。アフガニスタンで命を失われた中村さん、彼も夢を見て、夢の実現を体験して、そして若い人たちにアフガニスタンの用水路の作り方、維持の仕方を教えていきたいと願っていたそうです。いや、彼の人生のお話をいろいろ聞いて、私も今年は夢を見て、それを若い人たちと一緒に実現していく一年でありたいなと思っています。皆様はどうでしょうか。今年一年どんな夢を見られていますでしょうか。それはもちろん大きなことでも小さなことでもいいんですけれども、それをどうぞ告白して、また周りの人と一緒に築き上げていく、そんな一年でありたいと思います。その時に神様にお祈りしてください。神様から来る夢は必ず神様の時に実現いたします。どうか今年一年が皆様にとって素晴らしい毎日でありますように心からお祈りしています。それでは今年も1年間このホップアベニューどうぞよろしくお願いいたします。ご案内はパーソナリティのデイビッド風間でした。 See you next time. God bless you. And please remember, Jesus loves you. Bye bye.